セオスリンク、頑張れリンク、ゴリゴリ押して上のをロン、ヘイウルトラウルトラウルトラソウバーン。ちゅうわけでやっていきましょうか。こんにちは、ブルーホースです。本日もね、ムジラの仮面、本日は頑張って頑張って頑張頑張頑張って、やっぱクリアしたいよねやろっていうのと、もう邪魔よいしょ。グレッペイの神殿続きくす。これちなみにこれ上パパパパって浮いてんじゃん。あそこにブチュッと宙をいっぱいすれば登れんのかな。ちょっと待ってね、ちょっと待って。およ落ちまーす、さよならバイバイヒュー。でし、お水ポッキリ、雨あられだから、まあ、3000円ポッキリだから多分あれなのかな、ダメージを受けずに済んだのかな。でこっちをぐるっとするとどうなるのかさ、果たして一体どうなるのか。お水、おー、なるほど。で、あっちは戻れるのか？戻れなさそうですね。あれ、じゃあこっちまだ早かった、もしかして。早かったようです。もうそこでミスってんじゃん。じゃあこれさ、果たしてでき、あ、そっか、あ、違う、逆回りにすればよかったのか。あ、ごめん、もう一回やるわ。ごめん、そっか、逆回りにすりゃ文句言われねえんだ。で、あの、なんか、ふわふわ浮いてるリフトも、なんか動き方が変わるかもしれないけど、まあ、そんなのはどうでもいいんで。チャラチャチャチャン。さあ、亀甲縛り。つまり、亀縛り。ジャブン。牛からおけつ。チャラチャチャチャン。さあ、みんな見たいだろう、グロテスキーなやつ。で、これをすると、あいつが回らなくなるから、ただ横の今あの画面で見るところの左の噴水ちゃんはプル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 浮いてるはずだから、でこれで多分あのプロペラッチが逆回りッチするはずだから、オーケー、さあサメライド行こうか。あー、スプラトゥーン、よいしょっと、はい、でピョイッと、オーケー、ジャブサバーで、そうだね、浮いてるよね、オーケー、じゃあ行こう、うん、ならばー、早くない、急げ、登れ、ピンチ、パンチ、ポンチ、フルーツポンチって結局どういう食べ物かっけ。杏仁豆腐との違いがあんまりよく分かってないんだよね。名前があれなのかな、あのフルーツポンチ、あの中国語というか日本語に訳すと危ない、イエーッ、タラタッ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 
マジかよ、ざけんじゃねえぞ。これが重いからか、仮面の分だけ体重が重くなっているからか。ていうかよく考えてみようよ、こんな小さな体にどうやってあんなにお面いっぱい仕込んでんのよって話だよね。ほんと、ファーク、なんでだよ、どうしてだよ、キンキンに冷えてやがる。マジか、もうすぐでファーストデイ終わっちまうじゃねえかよ。もう今頃あれですよ、あのタロンじゃなくてロマニーだっけ。そうだね、あの ロマニーちゃんあれですよ、今頃一発やられてっかんな。もう本当にどうなってんだ。ちょっと、なんかあの後大妖精ちゃんで現れて、なんかかわいそうだから上に上げてあげるぞらっつって、なんか頑張った。はい、で、あ、やっぱ逆回りになってるね。逆回りになってるぞらから、よいしょ。で、ただこいつって止めれんのかな。ちょちょちょ、 あそうだね、これをカッチカッチ、あ、やっぱできる。しかもあのご都合よくあのはしごがゴーゴーヒロミーになる感じなんですね。
チャ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 。え？お前、うわ、なんかでっかいごっついのがいる。でっかくてごっつくてたくましくて太いのがいっぱいいる。どっかいるね。ってことは、わーん。よいしょ。もうちょっとこう先っちょツンツンできないのかな。あんまり行ってないな。よいしょ。もはや普通の通路ができてるな。この状態だと、ちょっとドフンってなると大変だから。よいしょー。あお？うお？いい？あれ、あれ？あ、違うな。残念でした。また聞いてね。うろろ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 おはようございます、てつやでーす。てつやです。あいつとりあえず固めとくか。だから貫通しないようですね。よいしょ。ほいほい、よい、オッケー、さあ行くぜー。とオッケー、じゃあこれをファイト、いっぱ、こっちですね。ファイト一発！タオリン1000ミリグラム配合リポビタン B！ ケイン小杉。ケイン小杉と誰だったっけなぁ。足の裏薄すぎ？寒いね、今日も。真冬なのに。チュイ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 。で、ちょっと待ってねー。ほい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 、あれいないね。ここにいるんじゃないのか。違うな。ピルペペン。ってことはこいつか。お前だったのか。暇を持て余してなーい。あ、わかった。あいつ倒さなきゃいけないんだ。どこ行った？いた。違う。ザコぶっ殺しても何も面白くないんですよ。泳ぐのほんと下手。どこ行った？ちょ。下っ端をやったところで何の意味もなーい。あ、おいで。そう。ちょっと待って。あれ、ちょっと待って。なんか曲がれないんだけど。オッケー。さあ、こいつを倒したことによって。あ。こっち。ほい。ああ、あれ、しびれさせるだけなのかよ。なんか出てこない？ふわ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 浮いてない？ん？やっぱこれ全員ぶちのめさなきゃいけないのかな？あ？違う。え？あれ、なんかルピー。違うな、ルピー。あ、上に行ける？あった！こうか。ほい。上に行って、あれでもちょっと待って、これさ、上に行けんの？そもそも。あらー！沈んじゃったわ、うふ。さあ、こいつ来てくれるかな？シャカシャカ。おいいね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 、その調子、いいよ、こいつをぶち殺すことで来ないのか。何もあれ、じゃあ上に登ってよし、チャラチャチャチャラチャチャン。ちょっと待って、おかしいな。あれ、これなんかどっかから登れる？あっち、そっち、こっち、どっち？ん？だっているもんね、これ。いるんだけど。え？ちょっと待って、ね、あっち側行ってみよう。あれ、この調子でグレートベイクリアできる？上、真上になんか宝箱があるのだけは確認ができるんだけど。ちょ、しっかり操作されて。あそこも真上だし、あそこも真上だから。え？どうやって上登るの、これ。どっかから降りてくるとか？
ね、だってこれ真上ぶっ刺したって、あれ意味なくない？ちょっと待って、わかんなくなった、わかんなくなった。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あ、沈んじまった。ちょ。多分、これで普通に降りるんじゃなくて。せやー、おっしゃいたさ、ドラーがめっちゃねえぞ。出てこい。9匹目もお見舞いしたい。オッケー。で、こうなった状態で、どうしたらいいの？これだって逆回りになってるから、今まで行けなかったところに行くんだべやっていう感じか？じゃあまずは、こっちは行けないから、違う。じゃあ、下から行きましょうか。じゃあね、下。もう、ああ、ただいま。何度も来た場所だね、ここは。ちょ。じゃあ、こっちは用なしってことですね。うん。ラフランスだ。ラフラン、違う！どこここ何これ怖いよ！え？おお。なんかすげえ怖い音してるなと思ったらこいつらだった。正体はあなたたちです。ちょっと待って。先にこいつら縛ってる。オッケー。まだいるのか。あんなさ、こう、ちょっと待って、本当に。わー、ブロコン頼むって。これやっぱ普通のスイッチのコントローラーとかでやった方がまだマシかな。あれ、なんかこいつら、あれ、こんなにいたっけ？なんかさっき俺ぶちのしたはずなのにな。無限脇って怖くね。よいしょ。ちょ。よいしょ、オッケー、アンチ。私の喘ぎ声なんかもうみんなヘッドが出るほど気持ち悪いって思ってるでしょ？安心して。出してる本人が一番気持ち悪いと思ってるから。で、どこに行くの？上へ参ります。上参りました。で、ほいっと。すごいことするな、こいつ。こんなんだったっけ？グレートベイの神殿って。もう神秘もかけらもない、ただのゴリ、神殿というかもうただのあれだもんね。なんか普通のさ、機械だもんね、これなんかね。シュイーン。あ、どっかいるな。どっかにいるんだけど、どこにいるのかがわからない。にゃんにゃん、ほい。オッケー。じゃなさそうだね。全然オッケーじゃないね。あーなると、一旦炎で溶かさないといけないのかな？だから魔法瓶がいっぱいあるのか。うわ、ややっこいな。溶けろ。シューブブン。ゴリリン。そうか、タイミングが遅すぎたのか。だいたい縦になってる時くらいがいいのかな。どのくらいのタイミングがいいんだろう。今です。シュー。どうこれは。バカバカパン。ちょっと待ってね。あー、でもいけるっちゃいけるな。オッケー。なっ、どうしてね、言ってやろ、このくそら、魚、骨、パリッカー、ダメ、ドッキッじゃねえよ。いつもそうやって俺の人生ちゃばっかりやってあんたに、もう、どうなってんだよ、ダメ、まあ、しかったねえな、燃やしてやれよ、僕は、ボックボクに燃やしてやれよ。まあ、なんか尽きるとか、なんも関係ねえよ。尽きてそんだけだよ。俺の運がなかったってことは、ああ、そうだよ。全部私が悪いござんした。そう。だからこれあれ？魚が無限分けしてくる式なのかな？そう、マジかよ。今ので落ちる。やっぱだからあれだね。斜めって言ったらダメなんだな。ってこと、あれでもダメってことは、どうしたらいいんですか、皆さん。私、わかんない。だって、男の子だもん。男の子だもん！危ねえ。あ、ちょっと待って、なんかある。あそこになんかあるよ。なるほど。ここに乗りながら、ほいで、ついでに固めちゃおう。
固められな。魔法力が終わ、あとにするか。チュイーン。あ、めっちゃいいんじゃない。あ、ちょっと行き過ぎ。新作これいけるか微妙じゃね。まあいいや、いけなかったらそこまで新作やな。ドン。なんだろうね、人生そのものだよね。いけると思っていったらいけないってことになって、もう本当によくあることだからね。どうしよっかな、どうしよっかな。とりあえずこれマジでいける？もうなんか絶望なんだけど。よいしょ。ああちょっとこうでしょ、よいしょ。なあ、気を持ってルンルルンって行けばよかった。しまった。あっち。そのタイミングで行くのか。ルフィ、助けて。よいしょ。オーケー。これでどうだ。これ、これいいだろ。これいいだろ。これいいだろ。行き過ぎるな。行き過ぎ。行き過ぎるなって。これでもダメなんだから、どうせ。ということは、こいつになってた方がいいのかな。パパッパッパパッ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 パ、私長谷川マリコ56歳。は？いや、さすがにクレームないやろ。マジかよ。あ、ちょっと待って、本気で本気で今あのコントローラーぶん投げそうになった。危な。ちょっと、あとごめん、ぐだりすぎ、カット。あー、もう苦戦すること100回ですよ、もう本当に。で、ここどこ？で、これはなんだ？おー、なんだ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 、急に始まるシーソーゲーム。おー、お前が俺に触れてんじゃねえよ、この妖怪赤まみれ。どう見ても緑やけど。おー、減ったハートは私のものよ。オッケー、あ、1ルピー。どうしたらいいんやろ、これ。まあ、深く考えずに頑張ろうよって話かな。よいしょ。あれ、ピリピピピンってならないんやな。ん？ちょっと待って。なんか下あるぜ。あー、下に入れけんだね。よいしょー、バイバイ。いや。いやーね。で、違う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 。なんか復活してるし。ちょっと待ってね。ちょっと待って、冬。冬？あー、あー？なんかいっぱいあるな。あ、いけんのか、いけんのか、いけんね。ほんで、これを上行っても仕方がなくって、あれ？こいつが、ちょっと待って。むずくない？グレートベイ。今日頑張ってクリアしますとかって意気込んでたけど、俺なんか無理な気がしてきた。大妖精のアッパーきついからやめて。シュートン。ああ、そういうことか。あ、上同士でやってんのね。上と上が争ってんのね。で、こう、シュー。ドン。で、こいつを流すことによってどうなる？何が起こる？ギャズビコー、ギャズビコー、ギャズビコー。これ、あ、流した！向こう側に行けると。ふんふん。てらてらてらてん。で、よいしょ。で、これは登って、行った方がいいのかな。これはこうなることで登れる。あ、ありがとう、ありがとう、ゾーラリンク、初めて役に立つと思ったよ。で、ほいっと、役に立たねえな。んで、ほいほいほい、チャキ発射。
パコ。オッケー。私はパコです。あれちょっと まだいるな。まだいる。え、どこい、どこ。どこにいるんだろう。どこすぎ新作や。これはちなみに、こうすることで、まあ、こっち上がります。この下にいたりとかすんのかな。あ、なんかあるぞ。なんかあったぞ。ちょちょちょ、何回ゾーラになりたがるん。おりまーす。ああ、もう、降りて。ああ、そういうことか。オッケー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 。上がろう。上がろうか、上がろうよ。鬼畜がピーピー言っていると。あ。そら、喘ぎたくもなるわ。違うわ。違う。こっちですね。おー、戻してくれた。ありがとう。よっとー。さあ、固まれ。これはでも、さすがにあれかな、急いでも無理なのかな。やっぱ、ちゃんと正式なルートとしては、こうやらなきゃいけないんだろうな。ちょ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 ファイアローアイスローゴールデンボンバーで、こっち行って、オッケー。で、ここに行くとさ、どこに出る？ここどこだ？え？ここに帰ってくる意味ってある？え、待って待って待って。ほんまに意味ある？ここ帰ってくる。なんなら、まだ行ってへんところあるし。すげえ。オッケー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 。あ、ちょっと待って。あ、ないね。オッケー。なんでだよー。てか、あっち行けってさ、行かなくていいのかな。あっちって行ける？そもそも。あ、なんか宝箱があるな。ってことやっぱ行かなきゃいけないんだな。オッケーオッケーオッケー。一発で行きたいなー。一発で行きたいなー。一発で行き先新作やなー。よいしょ。あー、ちょっとタイミングクソやなー。これでは無理。無理っぽうだなぁ。多分無理だよな。え、いけんの？へぇー。よいしょ。やっぱり無理です。仕方がないね。これは仕方ないな。こいつらがマジでうざい。これは上から行かないといけないといけないから。ラッタタラッタタタラッタタラッタタタラッタタタタタ燃えます。超燃えてやるぜ。くぜー。ありゃ。え、宝箱が2つあるっていうことはどうしたらいいんだこれ。よいしょ。おい。まあでもみんなね、これがリアルですよ。これが本当のリアル。現実と本当を2回言ってみました。じゃあ、あかんて、あかんて、あかんて。今のあかん、今のあかんすぎ。新作やった、あかん。うん。早く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 。やつが来る前に、やつが来る前に。どいつだ、あいつ、こいつ、ロッチスチー。まだ無理。もう一周回ります。降ります。下へ参ります。ただいま、地下100階です。ラドンがたくさん大量発生しています。たくさんも大量も同じ意味です。おおよそ。ビバです！オッケー。さあ、行こうか。シュ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 。ちょ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 。この微調整むずすぎない？ 3、2、1、よっしゃ！えい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 。さあ、開けてびっくり、止まってばこー。さあ、もう一匹いるのね。あそこなんで、あそこにどうやって行くかなんで。え、あそこってどうやって行ったらいいの。宝箱があるけど、あそこに行けそうな道がないもんね。
ちょっともうめんどくさいことなってるわね。殺す価値もない骨骨パニックめ。危ない危ない危ない。今です。これなんかあれなのかな、嫌で嫌じゃないや、あれこれでぶっ刺せるところがあったりするのかな、ちょっと見てみようか。ないねないね。あれじゃあどうしたらいいんだ。お出よ出よ、お姉さん見て見て見て。これあれかな、もしかして、あだそういうことか。ということはなんかどっかからのあそこに登れればいいんだ、あそこに登れればいいから、ほい、オッケーじゃないか、ウサインボルトじゃないか。オッケー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 。で、ここにさえ登れれば多分ぶっ刺して、穴という穴を包括リンギ。え？包括リンギができない。ちょっと待って、ちょっと、高さが足りないとか、そんなオチありか。これでいけないのか。かん。手前？ええー？でも無理だもんね。ちょっと待って。どうしよう。今度はこれを登らなきゃいけないとか、そういう落ち。危ない！落ちない！そっちから。そっちからか？これでいける？いやー、無理だな。見えないもんね。ほっ、ちょっと待って、本当になんで、これをでも、あーそういうこと、今度はこいつの羽、ちょっといけなくなっちゃった。危ない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 。こっちから行けたりしないよねー。こっちじゃダメだよ。朝日が昇る、タラタタタタタタタ。こっから届く、あ、届くか、届くか。多分届いてくれ。いっけー、モンスターボ、それは無理、無理。モンスターボ。モンスターボ。カッキー言うてますやん。カッキーなのか。しかもこの位置だったらさ。あ、そっか、こっち行けばいいのか。ほい。どうしよう。で？ちょっともう、あれだね。ここはカットだな。行けるとこまで行かないとね。オッケー。あ、ビーアールドセイサー捕まえよう。どうしよう。そこにあるのかな？足場ちょっと遠いな。やーっと手に入れたのはいいんだけどさ、これ、もう本当にめんどくさいね、このステージ。難しいとかじゃない。めんどくせえ。ただただめんどくせえ。ただそれだけのことです。と、文句言っててもね、仕方がないので、まあ、楽しくやっていこうよ。そのめんどくささもさ、なんかゼルダのさ、このなんか、やったりやり直したりとかさ、こう試行錯誤とかやっててさ、やってる方にはめんどくさくてもさ、こう見てる人たちがさ、ああ、それがこんななって、なんで燃やそうとするんだべ。ダメダメ、カッチンカッチンしないと、カッチンカッチンにしてあげて。よいしょーい、カチ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 。なんか、一番うまくいったんじゃないか、これが。さあこんな感じで平行になっているんだけど、さあ果たしていけるのか。行くぞ、勝負だ、トウ。オッケー、 A ボタンを押せなかったけどなんとかいけたぜ。でこっから戻ればいいのかな。ほい、よいしょ、下へ参ります。まっすぐ走っていきます。全然いけません。あっちの方重いってことなのかな。じゃあもう一回試してみて、あ、ここハートしか出ないのか。オッケーオッケーオッケー、そういう仕組みなんですね。これ、まあ、行き切ってなかったらかなのかな。
こっち行って、あ、でもそっか。ちょっとあの、色がさ、あっちの方が錆びてんじゃん。ちょっとこっちの、あー、そういうことですね。だよね、だよね。了解、了解。はは、やっぱり燃やさなきゃいけないんですね。燃やしてやろう、シンデレラ。お前のガラスハートは私のものだ。よし。で、こっち行って、で、あともう一個行ってない方行かなきゃいけないってことですね。オッケー。開けましょう。で、こっちか。オッケー。チャラチャチャ、土、チャラチャチャビー。あれ違う。あ、ただいま。で、一番下、こいつだね。あいつ行かなきゃいけないから。ここ、地下帝国。キンキンに冷えてやがるところに行かなきゃいけないのに頭ばっか打ってどうすんのよ。ほんとすぐに頭打ちたがるんだから。よいしょ。あれでもなんか敵がいるっぽい音がしない。逆に不安なんだけど。おお、あれあれちょっと待ってね。いるよね。あの、ゴリッゴリにいるわ。あと何匹いるんだろう。あ、いたー、いたいたいた。よいしょ。壊しといてあげて。でも多分あれ行っちゃうと、あれでもちょっと待って。全部じゃないよな、それでも。ちなみにこれさ、待ってたら来るのかな？いやでもなんかもう自分から迎えに行ってあげた方がいい気がする。はい、お帰り。14、あと1匹？どこだ？俺どこで取り逃した？もしかしてボス部屋にいるとかなのかな？まあ、ダメだった時にはまたこいつ戻ってくりゃいいだけの話だから、とりあえず、ありゃ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 とか言いながら、ちょっと待って、いたわ。普通にシンプルにいたわ。ちょっと待って、現実時間では何分経ってるかわかんないけどさ、辛いよね。チャーラーチャーチャー、追いつかせない。オッケー、紫芋になっちゃいます。なんで登るんですか、おせっちゅうの。引っ張る。オッケー、そうするとくる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 回ると。ステージの面積的にはそこまでなんかめちゃめちゃ広いわけじゃないですね。なんか水の神殿とかのすごい広かったような気がするからね。いやー、さあ行こうか、さあ行こう、風に乗って遥かな明日を目指そうぜ。オープン、デイチュルチュチュチュルチュチュ。さあどっちの方が顔が怖いか勝負だ。こういう時だけダメージを食らわないで、あいーって、多分何かこうギリギリで耐えられるような何かがあるんだろうな。うん、オッケーオッケー。さてと、じゃあ、なんか昆布、わかめ、青さが浮いてるけど、青さって、青さのお味噌汁、赤だしかってよくお寿司屋さんであるけど、あれは、なの？青さっていうそういう海藻なの？余韻にらめっこ。チュルチャーン、チュルチャーン、巨大仮面魚。なんか、シンプルやな。巨大仮面魚って。オッケー。よいしょ。ほい。こんなん弓矢でいけたっけ、こいつ。わわ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 わ。やばいやばいやばい。追いかけてきてる。さあ、魚人と魚どっちの方が強いか勝負だ。あ、あれ？俺食われた？食われてるー！美味しくパクパクいただかれてるー！しかもめっちゃ食うじゃん。めっちゃ攻撃力高い。おら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 。おら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 。あ、ちょちょちょ。こいつ強くねえか？ほら、ワクワクすっぞ。あ、ちょっと待って、地図がない。あれ？地図とは？あれ？ダンジョンマップどこ行った？よいしょ。どこ行った？おー、すごいすごい。あ、ちょ、なんで逆向いてんの？なんで逆向いてんの？また食われるぞ。あ、ちょ、待って、コントローラーが動かない。あ、動いた動いた動いた。ほい。
あーちょっと待って、また食われてる。チャッツチャッツチャッツ、言うこと聞いてよ。なんで注目しなかったの、お前タコ。本当にイカです。で、何、今近づいたら食われる。隅から襲ってくるあいつを遠くから狙ってまずは弱らせるのよ。ちょちょちょ、沈んでどうすんの、沈んでどうすんの。ってことはあいつは矢で撃てと、そういうことですね。うん、やばいやばい。おお、あいつ弱えな。おい、ウィーン、やばいよ、子供を産み始めるよ。こいつはあのあれだね、共食いをさせるタイプじゃないんだな。ありがてえ。これ普通にずっとこうしてたらいいんじゃないか。あれ、あ、ダメなんだ。いや、泳いでる状態になってるけど、今食べられてる。うげ、ちょ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 、小魚たちを、小魚たちをこっちにおいで。お、全然来ねえし、小魚たち。あれ、どこ行った。あれ、ブク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 。ほう、よし、あーまあ、いずべいべ。ういで、くるくる回って、くる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 。さあ、逃げる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 。大飛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 。魚だからね、多分ね、今までのやつよりもね、一番頭はそんなに賢くないんじゃないかなと思うんだけど、でも実はタコって3歳くらいの頭があるから、グヨーグになってくると多分ね、人間でいうところのね、あれですよね、4ヶ月目くらい。あ、え、5回で終わり。あ、そうっすか。ごめん、ちょっとダミップしてた。で、あれなのかな、水分量があまりにも多すぎて、こう地上に上がった瞬間に水分が全部こうなくなっちゃって、なんかあれか、お前干からびていくんだな。だから干物に向いてるかもしんないね。原型はとどまらないけど。オーケー。で、これで1,2,3,4,5,6,7,8,9,9。ここの元ねー。ほー、3匹目の妖怪ちゃん。今日マジで何分かかったかわかんねえんだよな。ごめんね。何回も何回もカットしてるからさ。引き返してほしいの。世界は大変なこと、世界が終わるまでは。ああ、と、もう、だ、す、け、て、けろ。友を助けろ。友を助けてけろ。分かってるべ。一人助ければいいでしょ。それから約束してよ、私に協力して。ともをだす。わかったわかった。で、何、よくやったブルーボス。これでゾーラの戦士の魂も安心して眠りにつけるじゃろう。わしも異人の危険に従い、再び長い眠りつかねばならん。じゃがこの辺りに例えば邪気は完全には消えたわけではなさそうじゃ。もうすぐここで楽しんでからお別れするとしようが、それくらい神様をお許しになるじゃろう。ふえふえふえ。まあ、これはつまりまたグレートベイの神殿に行けよっていうことなんですよね。行かねえよ、もう。二度と行かねえよ。もう神殿じゃねえよ。ただのなんかもうよくわかんねえやつだよ。で、これをクリアした後のストーリーとかはまた今度やるとして、まず行かなきゃいけないのは、あ、あっちですわ。どっちですわ。どっちですわ。くだらねえってだから。はい、邪魔。消えろ。あれあれ、なんだっけ。あいつ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 え、合ってんの？いや、合ってないですね。合ってないですね。そういえば、あの、あれなんですよ、俺。あの、グレートベイの、あれ違う、俺間違えたっけ？あ、泉あっちか。ごめん、戻りまーす。グレートベイのマップ買ってなかった、そういえば。
チン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 コンバインダーっていう35歳の自称妖精ちゃんから買うの忘れてたわ。でっけえな。やばいやばいやばい、食われるよ。なぜ逆を向く。背中の傷は剣士の恥だ。情けない。操作してるの俺なんだけどね。あそこだあそこだ。ポキュッと。もう全部飛び込もうとするやんこいつ。どんだけ飛び込むの大好きなんだ。あ、で、こっからあれか。なるほどね。は？よいしょ。上がグエッと言っている。ちょちょちょ、むずい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 。うん？ほいー。オッケー。あーなんだこの目玉がいっちゃってんだよ、あいつ。ずしょ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 。ここら辺になんか宝箱落ちてるんじゃなかったっけ。まあ落ちてもいかないけども。で、こっち、キュッと。ほんで、もう一丁。けい、さてと。あーちょー片方だけパークル。オッケー、サンキューソーマッチ。さあ、防御力2倍。こんにちは。チャラチャチャチャラチャチャチャーン。武用具が破壊したのかな。どうやってそんな状態にされちゃったのかがいまいちよくわかんないけどさ。ひょ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 。うっふ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 。相変わらずの垂れ乳。勇敢な若者よ、私は。ああ、バラバラになって体戻し、あれにあっちからお貸しましょう。いっぱい貸してくれてありがとう。ということで、今回はここまでにいたしましょう。はい。無事、グヨーグを倒して、すいませんね。ちょっといろいろグダグダになってしまったんですけれども。今回ちょっと、ごめん。次回を、メインストーリー進めるのか、先にサブストーリーをいろいろやるのかっていうのをちょっと考えているんですけれども、まあ、それはそれで、どちらだったとしても楽しんでもらえたらなというふうに思います。ということで、今回のパートは以上でございます。また次回お会いいたしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしく。ではまた。バイバイ。